はいすみません、えー、と昨日はね、なんか変な動画あげてごめんなさい。えっ、ー、とね、うんここいろいろね、騒動があってから約2週間ぐらいかな、もう全然あのチェックずっとしてて、寝れなくなっちゃってね。で、その隙間で動画上げて、あ動画作って、で動画も,あのもう本当に申し訳ない。 何言ってんか分かんないような動画だから自分で一回見てまたそれ消してもう一回撮り直してってやってんですね今あの編集はもうしないようにしようと思ってるから全部撮り直しなんですよだからそれとすぐ朝来ちゃってで新しいまたね誰かが動画上げたのをそれを見てまた事実を知ってみたいな感じでやってたんでねもう全然なんか眠不足で変になりました。 寝ちゃいました昨日は久々に。でねまあもうやっぱり今「沢田さ三ネタ」と「二平三ネタ」っていうのはねもう本当に今いっぱい出,し出てるじゃないですか。で出せばある程度こう、ね、視聴回数も増えるっていうのでやっぱりみんな注目をそうしているんですよね。で俺もやっぱり 本当にそれで、ね、これのこうやったおかげで皆さんに見ていただけるようになってすごい良かったなっていうのはあるんだけども、うん、サーファー隆に関しては、うんまあ、今回あのサーファー隆に関しては行かなかったでしょでなんか動画もあのなんか音声のツイキャスのなんか音声のやつしか出してないじゃないですか。 ああいう男なんですよねってうみんな分かってるし分 <laughs> かってるよねでも分かってこうやってるとまたさなんか訳の分かんない動画出すからついねつい反発感情的になってまた動画出しちゃうんですけど言ってることはいつも同じなんですけどねごめんなさいつまらないですよねみんな割とそうなんだけどさでまあ二平さんに関してもね なんか何も言ってこないからねサーバーがいないと何もできないみたいでしょ会長だっけ社長だっけ関心会のだって言ったって関心会って社長ってただ言ってるだけでしょまあ何をしてくるかちょっとね大橋さんのところでまあサーバー高隆とも関わってるんだよねそうそうそう何を言ってんだ そうよそうそう,そうだからなんだろうなんかくだらないなと思ってね最近ただやっぱりあいつがあの動画出すとつい反応しちゃいますえっとまあもうねあと何日かなんで月い9月いっぱいはねちょっとうんこんなグダグダでやらせてくださいで一つねちょっと最近気になってるのがあって あの集金人さんに対してね結構罠をかけたりみんなやってるじゃないですかそれからふれあいセンターの方でちょっと最近大橋さんの動画があったやつでねあのこうやるんだって言ってあれどうだっけ、えー、とふれあいセンターに電話したんだよなそうで一般の サポータータの方方がなんかやって撃退方法ってやっっっててて退法たんだけどもでもねや俺は思ったんだけどやっぱりさ集金人もさまあ普通のやっぱ営業俺たちがまあ俺もまあ営業だけどもやっぱり就職仕事としてやってるわけだからさ何て言うんだろうそういう責任 なんて言ううだろあいつらにも悪いかわいそうだよなって思うんだよねあんまりしつこいのは確かに中で立ち悪なおじいさんみたいな人がいるけどもそこまでひどい子いないじゃないですかでそういう割とどっちかっていうと、まあ、まあ優しいというかねそこまでこう強引じゃないよう、ね、な人に対しても結構強気でこうガンガン攻めていくじゃない。 皆さんねねあれはどううななのかなって思うよ、ね、だからああいうじいさんみたいなねなんか圧力かけてくるようなじいさんには結構やってもいいと思うんだけどもそんなにあの何て言うんだろう悪気のない人にはねあんまりしつこくやらない方がいいんじゃないかなって思うよね。俺もまあ現実まだねやってはないただ俺もあのまあ被害者は被害者なんだよ、まあ、大げさに言うとね 被害者は被害者今から何年前だな俺が来て5年ぐらい前かな4年ぐらい前かな来ちゃったわけですよ7時頃ね何だろうと思ってえっと何だろうカメラで見たら何ですかって言ったらえっと電波,の電波がどのこうのって言って電波のことでアンテナのことでって言ってたのかな言ってで、えー、開けて話したら。 ああやと思ってねもうなんか NHK だと思ったんだけどいろいろ世間話して電波の調子はどうですかみたいな話ででまあいよいよ本題に入ってきてで俺はなんかあ,のあんまり例えば「テレビはありますよね」って言われたけど「テレビはない」とかまああるからねあるからそういうのないですよとかそういうさつきたくない派だから「あります」ってもう言って。 言っちゃったんだよねだから言ったからこうこうこうっていつものパターンで言われるでしょ通常ので。でまあその時はえっ、ー、と俺も立花さんのことを知ってたからやべえと思ったんだけどどうするか具体的にそこまで細かく聞いてなかったんだけどでも相手にやっぱり義務があるって言われちゃったんで名前を書いたんです。でまああの えとね、そ,その前に「BS チャンネルは見てますか?」って言われたんですよ。で俺知らなかったよねあのね BS 見えるのは。うん、いやいや見てそんな見えないですよって言ってたらいやいや多分差し,あの差し込み口を間違えてるんじゃないですかって言われて「いやそんなことないでしょ」「じゃあ今からちょっとあのとりあえず映るかどうかやってみてください」って言われてなんかそういう話になっちゃって。えー 変えたんですよでそしたら映ったんだよね「ああ映った映った」移っ,たって俺も喜んで言っちゃってうんそしたらまあそれでほらやってるってことになるでしょ。で契約してくれっつって契約しちゃったんだけど、うん、まあ今の感じに照らしたらそれもよくないまあよくないのかよくわからないけどもそこに関してはねなんかだまされたな 騙されうん。でまあ,あの要はさそういう人にあんまり詰め寄ってもしょうがないから例えばねあの集金に来たら一番シンプルな断り方でいいと思うんだよね、えー。払うつもりはないから帰ってくださいって言うんだっけ俺はそれで対応しようと思ってんだよね。払うつもりはありません帰ってください 警察呼びますよつってでそれでも帰らなかったらどうしようかわからないけどもそれが一番いいと思うよねそれで帰ってくれれば一番いいじゃんそれをなんかずっとこう長くやってる必要はないと思うしあのずっとそういう動画をまあ見てたらなんか違和感があってね例えば NHK のふれあいセンターに電話するのもあるけども。 で今回誰のだっけ大橋さんの動画の中で確かその送られてきたっていうのがあってねまあちょっと罠にはめたような感じなんだけどあの話し合いに契約したいから話し合いに私と,えっとなんだもう一人第三者を連れてってそれで話を聞きたいっていう話にしてねそしたら。 まあ最終的にふれあいセンターなので「分かりましたいいですよ」ってなったんだけどで誰を連れてくるかっていう時に「橘さんか大橋さんです」って言ったら今度もう話せなくあのもうお話は一切しませんみたいないつものパターンになったっていうオチなんですけどあのまあね途中までは普通なんですよね普通にちゃんとまあサラリーマンだからさしょうがないよ彼らは。 そう言われたらね、今更分かりましたとも言えないし上にも合わないって言われたらもうそれで通すしかないじゃんそういうの人たちに言ってもしょうがないなと思ってだから平塚さんなんかはね割とだからもう上を上までたどり着いてだから上の人に話したいって言ってるから俺はそうそっちだったらいいと思うんですよ 例えばふれあいセンターでもまあ部長とかさもう上の位の人にねでも現実にはいかないんだよねそこまで話は絶対いかないでいかないからさまあ無理っていうのもあるだからそこを攻めてるんだけどもねだからそれも意味があるのかもしれないんだけどでもあんまりいい印象はないんだよねだからなんかこれうも,もう少しちゃんとね何て言うんだろう 内容証明郵便とかで説明を聞きたいって送ってそれで相手がどう出てくるかでも相手も要はいつもと同じような文章で送ってくるかもしれないからねラチが開かないんだと思うんだけどでもちゃんとこう整然としたやり方で対応した方がまあイメージも良くなるんじゃないかなって思うんだよねうーん。 だから俺もまあ10月からあのー、ひね今この辺のうちの地域のこういう情報が全くないので、えー、っとそういうのをもとに私も現実態をねあの実際にあのー、なんだろうじ実態を何て言うんだろう実験実験実験じゃないや自分でやってみてね。 もうちょっとこう肌で感じてみたいと思うんですけどやっててだんだん頭がきてあ,ああいう感情が出てくるのかね、えー、もうおやじさんも長くやってるからねあれもしょうがないと思うよ、うん、やってないやつが偉そうに言うのが本当に一番ダメだと思うんだけど、うん、だちょっと今本当にそういうのも考えいろいろ考えながらやってますさっき言いましたっけ松田内閣さんも。 やめるって言ってたんだけどそうだよね YouTuber はやっぱり楽しい方がいいもんねこんな批判みたいな物言うみたいなのを言ったってさ特に顔出してる人はさ顔出してね顔出してない人でね物言う系っていうのは俺はいいと思うんだいくら言ってもい,いいっていうかあ,のあんまり自分が何とも響かないからただ顔出してる人に関してはしんどいよ結構。 顔出してそんだけのこと言うっていうのはねだから俺はもう顔出さないでしょうかなそんなん無理だよねっていう感じですごめんなさいちょっと長くなっちゃったまたでもなんかねまあとりあえず9月中は高志とかが動いたら二平さんもであそうだ二平さんもそう貴志もさあの橘さんがね やるって言ってるからもやるって言ってるでしょだからまあそれで任せていいのかもしれないし逆に俺たちは俺たちやらなきゃいけないのかもしれないし余計なことなのかもしれないしどうなんでしょうおせっかいなのかなでもおせっかいでもやる必要はあると思うよ。うん、だからあの そそうそう二平さんに関してはさっき言ったかもしれないな取り直してるかちょっとわかんなくなっちゃったごめんなさいねあの二平さんねはこういうんじゃなくてさやっぱりそのリコール運動にねまあダメでも難しいと思うんだけどリコール3分の1かなんか署名が必要なわけでしょ有権者の。結構難しいと思うんだよねでも まあ今全く多分何もやってないと思うのはまあ一年一年ね今やっても1年先だからでも逆に言えば今からやればえと1年先にね今からやれば1年先に分かんないじゃないですか。だからそういう住民運動的なものもねや,ろうやってったらいいんじゃないかなとも思ってます。 ただそれを俺がやるのか俺がやればいいのかっていうのは大きなお世話かもしれないしよくちょっとその辺もまだわからないけどもねただあの有権者別にその票を入れた人じゃなくても有権者の人はやっぱりねの中でもおかしいなって思ってる人も結構いると思うよ内容をちゃんと聞けばね。 ただこれ YouTube 見てる人は分かると思うけども YouTube とか一切見てない人はどうなのかなって全体が分かってるのかなってすごい思うよね報道も全然されてないしねはなはだ不思議なんですよ今みんな見てる YouTube とかインターネットの世界ではそこそこ知ってると思うんだけどもそういうのを見てない人の中では大した問題でもないように扱われちゃってるからねだから逆にその住民運動っていうのを。 は重要じゃないかなと思ってて、もう今からそういうのをね。やってって、1年後にちゃんとあのりリ,リコールできるように、うん。持っていくっていうのはどうなんだろう？ちょっとそういうのも考えていきたいですよね。うん、ちょっとそういうのもこれからやる。やりたいです。またちょっと。あげます。すいません。